また視聴者の方からの LINE を読んでみますね。内容さん、こんばんは。反応したくなかったのですが、やはりガーシーが気になりまして、もちろんガーシーのインスタも何もアクセスしませんが、気になります。ファンはタケルさんがどれだけ優しくて面白く可愛い人かを知っていますが、アンチの人はタケルさんのネガティブな情報を拡散してしまうから嫌だなと思います。ライドさんが YouTube で冷静におかしいことはおかしいと言ってくださるので少し気が楽になります。本当にチャーフされることを願います。タケルさんをスカウトしたアミューズの大橋さんはタケルさんは努力の塊のような俳優と言われます。その努力が報われますように、先日の目覚ましテレビで小栗旬さんが共演した俳優として佐藤健さんの名前を言われてたのは本当に嬉しかった。ぜひぜひ共演作品を見てみたいです。寒い毎日が続きます。ライドさん、体にお気をつけてくださいませ。楽しい配信もお待ちしております。昨日は健さんの謎解き YouTube がありましたよ。健さんが楽しそうで何よりでした。謎解きやってる時はね、本当楽しそうですよね。あと、別な方いきます。ライドさん、こんばんは。いつも配信ありがとうございます。ファーストラブの前後感想を友人と話をしてライトさんに LINE しようかと思ったところ、先ほどの電撃婚やら写真を撮られるやらあったので、やれやれと思いながら LINE しています。ああですよね。ちょっと気になるのは、実はノブさんの自宅とは別にマンションを借りているんですよね。昔これダイノゴさんにいじられていた。そのマンションだったら厄介だなと。まあ100歩ずつ自宅マンションだった場合、いくら子供が起きているといえど、その日は平日の夜中の3時まではきついかな。おまけに女性2人連れて行くと言うからちょっとありえない。女性セブンか。女性セブンには書いてあるのが、ノブさんの自宅でサッカーの W 杯をとワールドカップをっていう見たって書いてあるんですよ。まあ、こういう週刊誌はある程度の裏取りはするんでしょうから、ノブさんの自宅なんだと思うんですよね。自宅じゃないマンションであれば、ノブさんが借りてるマンション、ノブが借りてるマンションとか、なんかそういう言い方をするんだと思うんですよ。でも自宅ってちゃんと明記してあるんで、これは自宅だと思いますけどね。で、その女性がノブさんの奥様とかだったらと考えたけど、それも無理あるかなと。その間子供さんどうしているの？これね、ノブさんの奥さんじゃないと思いますよ。ノブさんの奥さんはノブさんの中学高校の同級生ですよね。だからノブさん年一緒ぐらいですよ。40代ですよね。記事には30代前半って書いてあったんで、まあ、タケル君と同じぐらいの年齢ってことですよね。ノブさんの奥さんではないと思います。で、ノブさんの奥さんだったらノブさんの奥さんって、ノブの奥さんとか書くと思いますよ。もう一つ疑問があります。なぜ今なのかなと思いました。散々他の映画やドラマの撮影の時に写真撮られるとか思って、とかなかったのに、なんでこういう写真を撮られるのかなって考えたりしました。単にサッカー観戦したかったからといえばそうなりますが、ガーシーのこともあるので、やっぱり佐藤健ってそういう感じなんだと思われますよね。それとノブさんが絡んでいるのが不思議ですよね。大吾さんとならわかるけど、ノブさんでそういうイメージがないから、やっぱり本宅の方なのかなと。もし本宅と別のマンションに女性2人が来たとしたら、心配はタケル君よりノブさんの方かなと考えちゃいますね。絶対奥様に叱られるやつですね。ノブさんの方が心配です。ドラマ撮影中だし、また感染も増えてきているので、軽率な行動はしないと思いますが、本当にただサッカー観戦だったで済んでほしいですね。まあ、自宅は自宅だと思いますよ。あと、まあ、ノブさん、大悟さんだったらわかる。まあ、それ、イメージですよね。大悟は遊んでるってイメージですけど、千鳥ってノブも大悟も両方とも不倫で一回撮られてますよね。不倫っていうんですかね、疑惑なのかどうかちょっとわかんないですけど、別な女の子との写真は撮られてます。ノブさんは2019年にフライされてますよね。まあ、本人は否定してますけど、友達だっていうのはね。でもみんなそう言いますからね。深い追及は多分されてはなかったと思うんですけど、疑惑で終わってますよね。そう、別にホテルから出てきたとかそういうんじゃなかったので、駅までなんか飲みって送っていたとかそのレベルだったんで、でもツーショットだったんですよね。だから、ノブさんがクリーンなイメージってのは実はそうではなかったりもありますよね。あと、このタイミングですかね。
なんで今になってて作れるのかって、これはね、今発展だと思いますよ、たけるくんが。まあ、なぜならばやっぱり、今、活動的ですよ。去年は、撮影してる時であんまり露出してないですもんね。露出してない時に、いろいろ出しても、やっぱ週刊誌だったりとかそういうのって、売れ方を考えるのでね、出すタイミングを考えると思いますよね。1月期でドラマ始まるじゃないですか。そこのタイミングで出してんだと思います。で、もともとめちゃくちゃ貼られてるんだと思うんですよ、佐藤健が。だから、貼られてるの本人も知ってるから、当然ツーショットは撮らせないだろうしね。まあ、何かあったとしても、ミスミスバレるようなことはしないと思うんですよ。で、まあ、ノブさんも一緒にいるとかね、そういうのはやってると思うんだけど、まあ、でも、ノブと一緒にいても、グループで、そうやってノブの家には行ったっていうだけでもこうやって撮られるので、まあ、それぐらい注目度が高いってことでしょうね。で、考えたんですけど、たけるくんマスクしてなかったですよね。見られてもいいってことなのかな。タカさんと差し飯でマスクしていたのに、なんだか思惑がありそうな気がします。そうすることで電撃婚とかないと思わせているのかなと。これはですね、僕が思うにですよ。写真あるか。してないけど、たまたまじゃないですか。多分。たまたまなんだと思いますよ。マスクしてない写真を選んだんだと思います。もう連写してて、どっかでマスク取らないのかなと思ってたんだと思います。この感じ？この写真そうですね。なんかいろいろ支度をこうしてる感じの雰囲気に見えるんですよね。で、真っ黒じゃないですか。真っ黒のタートルに真っ黒の、コートに真っ黒の帽子なんで。これで真っ黒のマスクしたら、誰が誰だか分かんないですよね。佐藤健だってことは多分一般の、見てる人は分かんないので、真っ黒い人じゃんっていうだけでしかないと思うので、多分撮るところをずっと貼ってて撮った瞬間、マスクを撮った瞬間の写真を僕は載せてるんだなと思います。これでマスク、黒のマスクでもしたらもう絶対誰か分かんないですもん。なんかそんな感じかなと思います。